舞子さん、さっきはありがとうね。あ、美咲さん、こちらこそ LINE 交換してもらってありがとう。とんでもない、舞子さんと LINE できて嬉しい。新しくママ友ができた感じで。美咲さんって確か1ヶ月前にこっちに越してきたばかりなんだよね。そうなの。だからまだ知り合いとか全然いなかったんだけど、今日サホさんがランチに招待してくれたおかげで、舞子さんやいろんなママ友と仲良くなれたわ。サホさん優しいよね。みんなサホさんのことが大好きなんだよ。うんうん、確かに優しい。それに旦那さん、大手企業の社長の息子さんなんでしょ？いずれその会社を継ぐんだとか。そうなんだよ。すごいよね。きっとサホさん、優しくて素敵な人だからそんな方と結婚できたんだと思う。いいなぁ。どんな生活送ってるんだろう。毎日高級なレストランに行ったり、高級エステとか受けてるのかなぁ。それはちょっとわかんないけど、でも身につけてるものだったり持ち歩いているものは良さげなものばっかだったかな。そりゃそうよね。だってお金持ちだもの。いいなぁ、そういう暮らし憧れる。美咲さんはサホさんと最初に知り合ったの？そう、私犬飼ってるんだけど、サホさんも飼ってて、お散歩してる時に知り合ってね。なるほど。犬飼ってるとそういう知り合い方できるからいいよね。いいお散歩コースも教えてもらっちゃった。もう私一生サホさんについていこうかな。一生？もう尊敬してるんだね。当たり前じゃん。尊敬はもちろんしてるし、サホさんについて行ったら、もしかするとなんかおこぼれあるかもしれないし。おこぼれ？高級ランチおごってくれるとかね。ところで舞子さんの旦那さんは？え？うちの旦那はってどういうこと？舞子さんの旦那さんはどこに勤めてるのってことだよ。え？あ、うちの夫の職場？うちの夫は工場で働いてて、金属溶かしたりしてるよ。え？待って、工場勤務？はい、毎日重いもの運んだりして大変みたいで、うちの夫もう体ガチガチで、毎日マッサージしてってうるさくてね。あー、へえ、そうなんだ。え、なんかさっきよりもテンション下がってない？え、だってさ、工場勤務ってなんか下がるじゃん。はい？なんで？意味わかんないんだけど。だって夫が工場勤務とか、舞子さん貧乏でしょ。は、は？違うよ。私、貧乏な人とは仲良くなりたくないんだよね。っていうか、貧乏が移りそうじゃん。なんてこと言うの？ひどいじゃん。確かにうちは金持ちじゃないかもしれないけど、貧乏ではないし、そんなこと言うなんて。だって本当のことでしょ？どうせ毎日同じことの繰り返しで体だけ疲れて、ちょっとのお金しかもらえず生活がギリギリ。うわ、嫌だ。これだから工場勤務は。美咲さんは何もわかってない。はあ？毎日の繰り返しかもしれないけど、それが義人の仕事にとって大切なことだし、すっごく難しいことなんだよ。いやいや、そんなのつまんないし、毎日やってれば簡単なことでしょ。変な説教しないでくれる？私は夫と貧乏って見下されて今すっごく怒ってるんだけど。本当のことを言われて怒ってるんでしょ？まさか美咲さんが夫の職業で差別する人だったなんて、せっかく仲良くなれると思ったのに。ん？なんか勘違いしてない？は？私はママ友っていうか、まあいいや、また今度連絡する。いや、意味わかんないんだけど、最後まではっきり言ってよ。いや、今日はもういいよ。じゃあ、また連絡するね。バイバイ、舞子さん。はぁ？私の名前は舞子。36歳の専業主婦で工場勤務の夫、子供2人の4人暮らし。最近越してきた美咲さんに夫の職業で見下され一人イライラしていたのですが、この翌日、美咲さんからとんでもない LINE が来て、舞子さん、今暇？何？私が暇かどうか美咲さんには関係ないでしょ？はぁ？なんで舞子さんそんな強気なの？何様？いや、こっちのセリフなんだけど、なんで美咲さんこそそんな態度なの？当たり前じゃん。うちの旦那はバリバリ働く営業マン。舞子さんの旦那はただの工場勤務の男。はぁ、たったそれだけで？この前から失礼だよ、本当に。
またそれ言うために LINE してきたんならもう LINE 終わっていい？で、ブロックするわ。はぁ？ブロックなんかすんじゃねえよ、この貧乏人。え？え？なんか口調が。お前は私よりも下の人間、偉そうなこと言ってんじゃねえよ。いや、なんか寒気してきた。これが共感性周知ってやつ？お前さ、今暇でしょ、どうせ。私小腹空いてさ、ケーキ買ってきてくんない？フルーツのケーキがいいな。はぁ？嫌だよ。なんで私が買ってこないといけないの？だから、あんたが貧乏人で私よりも下の人間だからじゃん。下の人間は上の人間に従うのが当たり前だろ？意味わかんないこと送ってこないで。私は美咲さんよりも下の人間じゃないから。サホさんみたいに金持ちの男と結婚してから言えよ。お前がサホさんみたいに金持ちだったらお前のこと尊敬してやってもいいけど。何その言い方、サホさんにも良くないよ。はぁ、あ、何も悪くないじゃん。お前、今の旦那と離婚して金持ち捕まえたら？はぁ、あ、本当に何言ってるの？ま、お前には無理か。お前ごときに捕まえられるわけないもん。もう最悪の気分なんだけど。とにかくなんか買ってこいよ。私の命令聞けないわけ？嫌だって言ってんでしょ。お前旦那が工場勤務の貧乏だから金ないだろ。金払ってやるから買ってこいよ。アルバイトだと思ってさ、嬉しいっしょ。あ、そう。わかった。買ってきてあげる。お、マジ？サンキュー。家にいるから届けてよ。いいよ。本当にお金払ってくれるんでしょうね。もちろん払う払う。だからさっさと買ってこいよ、この貧乏人が。わかったよ。じゃあ待ってて。私を貧乏人パシリ扱いする美咲さん、口調も悪くなり、美咲さんの本性がわかって、我慢していた私はもう限界と感じ、思い切ってある行動に移すことにしたのですが、それからこの LINE から数時間後、美咲とサホの LINE。 サホさん、聞いてください。何？今日うちにすごく美味しいケーキがあるんです。結構ネットの間じゃ有名で、お値段もそこそこにするんですよ。へえ、確かフルーツのケーキよね。え？え？どうしてわかるんですか？それも桃が入ったパウンドケーキじゃない？待ってください。なんでサホさんがそれを？なんでって、それうちにあったケーキだから。え？舞子さんから聞いたよ。お腹が空いたからって舞子さんをパシリ扱いして、なんか買ってこさせようとしたそうじゃない。舞子さん、なんでサホさんに言うの？舞子さんだって我慢してたそうよ。いくら自分が悪く言われても、人に話すのは悪口になってよくないんじゃないかって。でも美咲さんが本当にひどいから私に相談してきたの。な、あの貧乏人め。それでうちのケーキ持って行ってって渡したんだけど。そうですよね。こんな高級なケーキ、あの貧乏人の舞子さんが買えるわけありませんもん。美咲さん、私の夫の会社どんな会社か知ってるわよね？え、はい、もちろん知ってますよ。確か情報通信機器とかを作ってる会社ですよね。そうそう。それで舞子さんの旦那さんの工場なんだけど、うちの夫の会社の取引先なの。え？舞子さんとはママ友でもあり、夫同士が仕事仲間でもあって、それに舞子さんの旦那さんの工場、世間でも有名で、技術も特許取得してるほどすごい工場なのよ。嘘でしょ、そんな。それなのに工場勤務ってだけで決めつけて下の人間なんて見下してひどいわね。いやだって私そんなこと知らなかったから。知らないからってそんなこと言ってもいいの？違うでしょ、どんな相手でも言ったらダメじゃない。ごめんなさい、私急いで謝ってくるんで。サホさん、私とこれからもずっとママ友でいてください。もうママ友は無理だけど、早く謝ってきな。そんな。数分後、美咲と舞子の LINE。 舞子さん、本当にごめんなさい。私、舞子さんの旦那さんの工場がそんなにすごい工場だったとは知らなくて。今知ったから手のひら返して謝ってるの？やめてくれる？そんな謝罪信じれない。お願い許して。じゃないとサホさんに縁切られちゃうな。ほら、結局そういうことじゃん。私に対する気持ちは一つもないんだから。あるってば。っていうか美咲さん、
今日の昼にケーキ渡しに行った時、お金払ってくれなかったよね。あ、ごめんなさい。払うの忘れてた。金を払ってやるって言ってたよね。ちゃんと LINE にも残ってるよ。わかったわよ。払うって。サホさんからもらったケーキなんでしょ。じゃあサホさんに払えばいいのよね。うん、そう。88,000円よろしく。え ?88,000円?うん、ちゃんと払ってね。ケーキ一つでなんでそんな高額になるの?それは世界一高価でギネスに載ったって話題の UG トロモモバウンドケーキ。さすがサホさんのお家にあるケーキだよね。88,000円なんて家から抜いたら絶対に旦那からバレちゃうじゃない。サホさんはもうあのケーキいらないみたいだけど、お金払うってミサキさんが自分で言ったんだし、ちゃんとお支払いしなきゃダメだよ。勘弁してー。その後、美咲さんはサホさんと縁を切られたくなく急いで支払いに行ったそうですが、それを最後に虚しくも縁を切られたんだとか。そして家に似つかわしくないケーキ、不自然に貯金から抜かれた88,000円が旦那さんにバレ、私を見下したことなどが明るみになり、旦那さんは激怒。うちに菓子折りを持って謝りに来た後、美咲さんは旦那さんと別居になってしまい、数ヶ月後には離婚調停になったんだとか。他のママ友からもドン引きされ、現在は精神的にボロボロになりながら孤独に暮らしているそうです。一方私はというと、サホさんと変わらず仲良しで、他のママ友たちとも一緒にランチへ出かけたりしています。けいこさん、やっほー。ねえねえ、ゆきちゃんママがカフェで働き始めたって知ってる？けいこさんは知らないでしょ。ゆきちゃんママとそんなに仲良くないもんね。何勘違いしてるの。ゆきさんからはずっと前から相談受けてたよ。またまた強がっちゃって。てかそういう態度って超うざいんだけど、うざみが深い。だってさ、ゆきちゃんママとけいこさんって全然雰囲気違うじゃん。確かに雰囲気は違うけど、以前からずっと仲良しだよ。いや、無理受ける。だってゆきちゃんママは美人だしおしゃれでさ、なんか読者モデルみたいな感じじゃん。でもけいこさんはいかにもオタクって感じ。けいこさん本屋で働いてるし。本屋で働いてるとオタクになるわけ？いやー、すごい偏見だね。だってけいこさんが働いてる本屋って隣にオタクショップがあるじゃん。あそこ同じ系列なんでしょ。くっさそう。確かに経営しているのは同じ会社だよ。でもオタク系文化の何が悪いの？むしろ今の世の中そんな偏見を持つって。マリナさんって結構古臭い考えなんだね。は？うざいんだけど。うざ！ああ、あるある。自分は人に文句だの悪口言うくせに、言われると弱い人ね。うざいからうざいって言ってんじゃん。マジなんなの？なんであんたなんかがゆきちゃんママみたいな人たちと一緒にいるわけ？なんでって言われてもね。マリナさんが引っ越してくる前からずっと仲良しだし、むしろこっちからしたら、なんでそれだけここまで文句言われなきゃいけないのかわからないんだけど、もしかして嫉妬？なんであんたなんかに嫉妬しなきゃいけないのよ。嫉妬って自分がしてるんでしょ。いや、マリナさんに嫉妬するとこ何もないよね。ふん、だって今までは旅行の幹事ってケイコさんがやってたんでしょ。うん、仲良しのママ友グループの旅行。そう。ま、私幹事好きだからね。クーポンとか集めるの好きだから、お得に計画する自信もあるし。でも今度の旅行は私が幹事だから。みんなからは聞いてないけど、ケイコさんはぶられてるからでしょ。ケイコさんのいない LINE グループで旅行の情報をお知らせしてるから。あっそ。怒っちゃった？怒っちゃった？いや、低レベルすぎて怒る気になんてならないわ。なんかあれだね、動物園で珍獣でも見てるような感じ。はぁ、本当にうざい。ま、漢字頑張ってちょうだいな。言われなくても、ケイコさんはハブだからね、メンバーじゃないから。はいはい。私の名前はケイコ、本屋でパートをしている28歳の兼業主婦です。少し前にこのマリナさんという方が同じ地区に引っ越してきました。子供も同じ小学校ということで連絡先を交換したのですが、なんだか敵意むき出しなんですよね。どうやら華やかなママ友グループに入りたいらしいのですが、みんなから距離を置かれています。そんなグループに私が入っているので嫉妬しているみたい。全く大人になってまで何をやっているのだか。
私たちは見た目とかそういうことは一切関係なく、気が合うママ友グループなんです。もう大人なのにな。さらにこのマリナさんは、勘違いでとんでもないことをやらかしてしまうのです。負け犬さん、ワンワンワン。あら、よく吠えるワンちゃんですね。何言ってるのよ、あんたが犬なのよ。いや、私は人間ですけど。そういうこと言ってんじゃないわよ。まあいいわ、あのママ友グループはあなたの代わりに私が入るから。今日はみんなで USJ 旅行よ。今みんなで東京ディズニーランドに向かってるよ。は？何を巻き惜しみ言ってるの。いや、むしろどんだけ勘違いしてるの。その私以外で作ったっていう LINE グループだけどさ、使ってるのはマリナさんだけでしょ。でもみんな入ってるもん。マリナさんが本性を出す前に入ったんでしょ。で、その LINE グループで旅行のことを垂れ流してたみたいだけど。で、誰が行くって言ったの。はあ、だってみんな定期的に旅行に行ってるんでしょ。だから私が計画してあげたんじゃない。誰も行くって言ってないのに勝手に計画垂れ流してただけでしょ。ということで、いつものメンバーで東京ディズニーランドに向かってるから。なんでよ。なんでって、そもそも誰も USJ 旅行に行くよなんて言ってないでしょうが。前から思ってたんだけどさ、マリナさん本当に勘違いきっついよ。なんでそうなるの。なんであんたなんかがそのグループに入ってるのよ。だからみんな昔から仲良しなんだってば。あ、ちなみにみんな読書と旅行が好きって共通点があるよ。読書？みんな華やかなのにそんな地味な趣味あるわけないじゃない。読書が地味か。意識高い系の趣味だってイチャモンつけてくる人もいるけど、今度は地味ね。人によって捉え方は様々だな。はあ？ごちゃごちゃうるさい。じゃあなんで私を誘わないのよ。人のことをバカにしたりして、そんな人が誘ってもらえるわけないでしょ。ムカつくムカつく。そうなんです、マリナさん自分一人で USJ 旅行の幹事になったと思い込んでいたんですよね。誰も旅行に行くとは言っていないのに、グループ LINE で待ち合わせ場所だのいろいろ流していたらしく、みんなマリナさんが日記代わりにしているのかと思っていたみたいです。勘違いを大きな鍋でぐつぐつ煮込み焦げたような人だな。今回のことでみんなグループ LINE を抜けることにしたそうです。本当は逆上されたら怖いからと通知だけ切っていたらしいのですが、ここまで来るとね。もちろんマリナさんは激怒、私がみんなを操っているのだと思い、私が旅行中に我が家に突撃してしまったんです。ね、反省しましたか？本当にあんた一体何なのよ。なんであんたばっかりいい思いするのよ。いい思いも何も、私がいないと思って庭をいたずらしようとしてたんでしょ。だってケイコさん庭にこだわってるって言ってたから、だから嫌な思いさせてやれるって思ったのに、なんで警察がいるのよ。マリナさんは知らなかったもんね。私旦那の実家で同居しててさ、義父は警察官なのよ。どうして私ばっかりこんな目に遭うの。いや、全部自分が撒いた種でしょ。マリナさん最初は普通の人だったじゃん。なんかだんだんと本性出てきちゃったけどさ、普通にしてたら普通に仲良くなれた可能性もあったでしょうよ。え、本当に。私がいるから仲良くなれないとか勘違いしてたわけじゃないよね。え、だってケイコさんだけ雰囲気が違うじゃん。ってことはみんな無理してケイコさんを入れてるんでしょ。つまりケイコさんがいなくなれば負担が減るから私がグループに入れるってことじゃ。いや、どんな勘違いしてんのよ。ま、その性格じゃうまくやっていくのは難しいんじゃない。ひどい。ねえ、マリナさんって不倫してる？何よいきなり。してないけど。でもマリナさんって結構出歩いてるみたいだし、不倫してるに決まってるでしょ。してない。何勘違いしてるの。不愉快。そういうことだよ。今のは冗談、ごめんね。マリナさんが不倫してるとは思ってないよ。でも今どう思った？何勘違いしてるんだって嫌な気持ちになった。そういうこと。勝手な勘違いで決めつけられたらさ、やられる方はすごく嫌な気持ちになるの、わかる？うわ、ごめんなさい。勘違いマリナさんは、私がいない間に嫌がらせをしようと我が家に侵入。非番だった義父によって即逮捕されました。その後は少し改心したのですが、あの勘違い癖はなかなか治らず、結局孤立したままになっています。私だって正直マリナさんを許したわけではありません。彼女には色々と嫌なことも言われましたからね。ただ本人が自分の悪いところを本当に見直したいのであれば手伝ってもいいかなと思っています。ちなみにその後の私ですが、 USJ に興味を持ちました。
次の旅行はそっちに行ってみようかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。